分はいかがですか。この気分は楽しみです。じゃあこのせっかくなので施設を回りながら、はい、この脈の質問をしててもいいですか。はい、はい、管理棟ということで、はい、なんだろう、予約された方がまず一旦ここで受付していただいて、うん、キャンプ場の注意事項とか、うん、まあ、その辺を説明してもらって、うん、してもらってから実際にキャンプにしてもらうっていう形で、うん、まあ、コーヒーとかあとお酒とかも飲めるような状況にはしているので、うん、夜カウンターバーっていうこと、カウンターバーっていうことで1時半から10時までなんですけれども、はい、ここでお酒飲めたりして、キャンパーのコミュニケーション取れるような状況とかを作っています。なるほど。今コロナなので、人多いその時はソデッキ使ってやってるんですけど、はい、まあ、そういうコミュニケーションの場として使っています。ロゴマークせっかく作っていただいたので、そのロゴを使った、製品を何点か準備しています。販売とかしてませんので、ここにいらっしゃった方しか手に入らないっていうような形で販売させていただいているので、何かしらだったら買っていただければと思います。ここだけでしか買えない限定商品。そうです。すごい、はい、ありがとうございます。はい、ちょっと言わなとか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 、っていうような材料、食材を一応準備しているので、その辺とか、はい、じゃあこちらのコーナーは食器とか調理器具のレンタルコーナーになっています。グランピングの方は無料で全て貸し出ししています。区画サイトで企画の方はレンタルということで有料になりますけども、現場で来ていただくようにしていただいても大丈夫になります。トイレとシャワーの入り口がこちらになります。まず1問目、インドア派かアウトドア派。アウトドア派ですね。はい、料理は好きですか。好きですよ。なるほど。テンションが上がることはありますか。上がらないですね。よく言われる第一印象は。第一印象、優しいって言われますね。集めているものはありますか。集めているものは特にないです。邦楽派か洋楽派。邦楽派。好きな曲はありますか。ないです。朝か夜どっちが好き。朝。朝のどこが好きですか。新鮮なとこ。じゃあしてみたい髪型はありますか。ないです。はい、じゃあ好きな食べ物は。好きな食べ物はないです。では嫌いな食べ物は。食べ物とトマト。好きな飲み物はありますか。飲み物はビール。嫌いな飲み物は。安いウイスキー。好きなお菓子はありますか。好きなお菓子はあるけど出てこないですね。好きなケーキは。チーズケーキ。好きなアーティストはいますか。出てこないですね。好きな色は。白。好きな花はありますか。花、桜。ペットは飼ってる。野良猫飼ってます。よく着る服の色は。ネイビーとか。それを一言で表すと。これから来る。これから、悲しい時に頼る人はいますか。奥さん。亡くなってほしい風潮はありますか。田舎が恥ずかしいみたい。じゃあ今までで最高のバカンスの過ごし方は。時間に追われない過ごす仕方。ときめく瞬間はありますか。気持ちいい朝の時。1ヶ月毎日食べる、はい、白ご飯。芸能人で誰か似てるって言われたことありますか。あるけど恥ずかしくて言わない。魔法が一つ使えるなら何に使いますか。
どこでもどう魔法じゃないのか。チャームポイントはありますか。チャームポイントないです。明日地球が滅亡するとしたら何をしますか。ゆっくり過ごしますね。好きなアイスはありますか。バニラ。カラオケでよく歌う歌は。小袋。じゃあ得意なことは何ですか。得意なこと釣り。苦手なことは。こういうやつ、インタビュー。インタビュー。デートするなら水族館か動物園。どっちか選ぶんだったら水族館。水族館。じゃあ海か山どっちが好き。山。最近怒ったことはありますか。ないです。最近泣いたことは。最近ないですね。最近嬉しかったことはありますか。お客さんに喜んでもらった。やめたいと思っている悪い習慣はありますか。食べ過ぎ。これまで受けた中で最高の褒め言葉はありますか。でもここに来て喜んでもらったものかな。サンダルかシューズ派。シューズ。スポーツは見る派それともする派。見る派。席は通路派窓際派。あ、通路派。じゃああなたを一つの言葉で表すと。変わり者。自分を動物に例えるなら。鶏。鳥の下か梅はそれ。大崎市で一番お気に入りの場所は。ここ。じゃあ今の生活に刺激を与えているのは。お客さんとかこういう若い人たち。モーニングルーティーンはありますか。ないですよ。普段持ち歩いてるカバンの中のマストアイテムはありますか。カバン持ってないです。テーブルです。欲しかった才能を一つだけあげるなら。運動神経。誕生日の日はいつも何をしますか。普段通り。あなたの口癖はありますか。ないです。好きな天気は。晴れ。好きなお笑い芸人はいますか。お笑い芸人いません。大崎市ってぶっちゃけ好きですか。好きです。じゃあ趣味はありますか。趣味釣り。得意料理は何ですか。得意麻婆豆腐。初めて作った料理は何ですか。卵焼き。休日は何をしてますか。釣り。故郷で好きなところはありますか。ないです。子供の頃はどんな子でしたか。タイで人見知りで自分を表現できない自信がない人。好きな言葉はありますか。出てこないです。昔入っていた部活動は。言いたくねえ。小さい頃の将来の夢は。釣り名人。20代に戻れたらやりたいことはありますか。職人。これまで一番辛かったことはありますか。まああるけど大したことねえな。はい。じゃあ初めてのアルバイトは何ですか。ペンキ屋。これまで一番幸せだったことはありますか。高校の経営できたこと。じゃあ夢中になったテレビ番組もありますか。朝ドラ、アニメドラマ。一日誰かと入れ替わるとしたら誰がいいですか。居酒屋の店主。これから挑戦してみたいことがあります。行ってみたい国はありますか。スイスとか。じゃあ行ってみたい地域はありますか。北海道。10年後やっていたくないことはありますか。仕事に追われたくない。今日は細身ベースに来てるんですが、ここは大崎市の岩出山ということなんですけど、遊佐、さんのご出身はまずどちらになりますか。出身古川ですね。あ、そうなんですね、はい、なるほど。じゃあどうしてこう岩出山で始めようと思ったのかというきっかけをちょっと聞いてもいいですか。はい。これを始めるにあたっていろいろ場所を見たんですけど、できるだけ近い方いいなと思ったんですね。市街地、はい、アクセスのいいところを選びたいなと思っていて、はい、古川インターから20分ぐらいで来ますし、はい、JR もあるので、はい、手ぶらでやるっていうことから行った時に、すごくアクセスがいいなと思いました。ああ、なるほど。はい。そのアクセスの面も考えて岩出山、はい、なるほどなるほどですね。お店のお名前が細身ベースだと思うんですけど、はい、この由来などは何がありますか。はい、由来は、まず地域が細峰っていう地区なんですね、ここは、はい、で、細峰っていうその峰が旧漢字なんですね、漢字で書くと、はい、でその旧漢字の峰っていう字の由来が、神がかりとか神様が降りる山っていうような意味合いがあるそうだったんで、はい、すごく素敵な由来があるなと思ったので、そのままそこを使わせてもらって、あとはそのベースっていうところですけど、こういうアウトドアを始める起点になりたいなって思ったのもありますし、所ジョージさんとか、はい、細峰ベースじゃないや世田谷ベースとかってやってるじゃないですか。あ、で、はい、まあ、耳慣れてるというか覚えやすいんじゃないかなって思って、はい、そのまま使わせてもらったっていう感じです。ああ、なるほど、はい、ありがとうございます。ここのじゃキャンプ場を始めようと思った、はい、こう一番の理由っていうのは何でしたか。はいはい、コンピューター社会になって、人が支配されすぎてる感じがすごくしたので、便利なんだけど、はい、皆さんすごい忙しくされている状況に りすぎてんじゃないかなと思ったので、そういうことを見失わないようにしたいなって思いました。ああ、なるほど。はい。確かになかなか人と人とこう交流する場っていうのも機会もないですもんね。はい、そうですね。うん、なので、はい、本来
まあ、こういう時間の過ごし方してきた人類だと思うので、うん、原点に帰って、はい、過ごす時間っていうのをあの呼び戻したいというか、そのオンオフの切り替えれる場所にしたいなと思ったんですよね。うんうん、なんか無意識にこう何か追われてるような学生とかもそうですけど、うん、すごい追われてるような感じ、もう社会がそうなっているんで、うんうん、はい、あまりそうならないような、うんうん、時間の過ごし方に価値が出るんじゃないかなと思いました。あ、なるほど、はい、このキャンプ場なんですけど、はい、具体的にこうどんな世代の方が来ることが多いですか？世代的にはですね、やっぱファミリー層が多いですかね。 あとは、はい、あの育児が終わった夫婦の方とか、うんうん、あと女性のソロキャンの方とか、うんうんうん、あと若い仲間たちっていうかね、はい、グループの方もいます。ああ、なるほど、はい、結構じゃあ幅広く。そうですね、うん、持ち物とかっていうのは、はい、さっきあのいろいろこうレンタルしてるものもあったと思うんですけど、はいはい、もしキャンプ行きたいでも初めてみたいな方がこれだけは持ってきた方がいいとか、逆に本当に手ぶらで来ても大丈夫な感じですか？うんうん、はい、あのうちであれば、はい、手ぶらで来ても大丈夫です。ただ食べ物だけ持ってきてって、食材ね、はい、うん、それがあれば、はい、キャンプになる状況にはしてます、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、さあすごい、あの以前はどんなお仕事されてたんですか？はい、会社経営してたんですけども、はい、ものづくり関係っていうか生産技術っていう職種があるんですけども、はい、うんうん、そこのお手伝いをする会社経営をやってました、はい、あ、なるほど、はい、そこからこうキャンプに変わられて、こうなんかこうやりがいというかやってみてどうですか？はい、あ、以前はね、やっぱりその工場とかメーカーさんの裏方仕事だったので、やっぱエンドユーザーさんとのつながりってほぼないっていうか、間接的な裏方仕事だったんですけども、ここはもうお客さんと直接触れるというか、はい、もう生の声聞けますし、そういうコミュニケーションもすごい楽しいですね。あ、なるほど、はい、あとはそうですね、まあ、大崎市も高校生ぐらいまでだと結構いらっしゃると思うんですけど、うん、はいはい、その若者にこうな何かこう協力してほしいこととかっていうのはありますか？はい、若者たちに協力というか、なんだろう、自分の、ね、地元を誇りに持ってほしいなっていうか、はい、うん、はい、まだまだ気づいてないところたくさんあるんだけど、うん、はい、まあ、そういった部分をなんか発掘してほしいっていうか、教えてほしいですね、逆にね、そういう、うん、ところ、うん、はい、結構そうですよね、若者目線でこう見た地域と、うん、なんかこうまた他の世代で見た地域の良さとかも変わってくると思うので、うんうんうん、なんかこの細ミルベースが交流の場で、お客さん同士とかもコミュニケーション取ったりとかできたらすごい素敵だなと、うんうん、はい、聞いてて思います。はい、ここすごく、まあ、来てみてすごいこう写真映えしそうなスポットたくさんあるなってこう見て思ったんですけど、こう一番こうおすすめのスポットだったりセットとか施設はありますか？はい、でもセット大体写真撮るってなると、そこのロゴマークの前とか、駐車場の前のあのガランドかけてるとことか、はい、あとはやっぱりこういう緑がね、はい、すごいあるので、うんうん、そういうのも背景に入れたりするとすごい綺麗に写真も映るなっていう感じはしてますね。確かにそうですね、うん、本当にどこを切り取ってもすごい綺麗な感じで、うん、グランピングも何種類かこう、はい、種類あると思うんですけど、こう一番人気というか、はい、っていう施設は、はい、どちらですか？一番人気は、はい、かわいいスタイルってあるんですけども、はい、まあ、それがやっぱり一番うちでは人気ですね。どういった層の方に？やっぱファミリーですかね。ファミリー層、うん、ファミリー層、はい、うん、なんでお子さん連れの方とか、うんうん、お母さんが選んでる感はありますね。グランピングは何人まで入れるんですか？かわいいは家族だったら6人までしてます、はい、で基本4名ですね、はい、グラグジュアリーも4名ですし、うんうん、クールも4名っていうことで、はい、はい、で今年に関しては今のところちょっと家族だけにさせていただいていて、うんうんうん、まあ、コロナの影響もあるので、はい、ちょっとそれで様子を見ています。はい、はい、そうですね。じゃあ最後にこの動画を見てくださっている方に、はい、まあ、一言何、はい、まあ、長くてもいいですけど、メッセージを、はいはい、お願いします。はい、まあ、日々ね、皆さん忙しく仕事されてると思うんですけど、やっぱりオンとオフっていうか、自分なりにうまく切り替えて仕事していかなくちゃいけない時代になってきてんじゃないかなって思いますので、時間あったらね、ぜひうちでもいいですし、まあそういうのを見つけてもらって楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。